お世話になります。一人でございます。第4世代ダイヤモンドパールでは謎の場所バグが有名ですが、メタモンの変身バグというバグも有名ですよね。このバグはどういうバグかというと、メタモンは通常別のポケモンに変身するとバトル中ならそのポケモンの技を使えるようになりますよね。ただダブルバトルでメタモンが変身をして瀕死になってしまうと、その変身で手に入れた通常覚えない技を瀕死後にも覚えたままになるんです。これがメタモンの変身バグです。となるとこのバグで普通は覚えない技を覚えたメタモンは剣盾やポケモンホームに送れるのか気になりますよね。送れるかだけでなく技のエフェクトもどうなるかを想像するとワクワクして遠足の前日みたいに夜眠れませんよね。そんな夜眠れない方のために、今回は通常覚えない技を覚えたバグメタモンは剣盾ポケモンホームに送れるのか検証していきたいと思います。まずはメタモンにバグで通常覚えない技を覚えさせていきます。はい、じゃあ今回はちゃんと剣盾に送ったことを想定して剣盾でも使える技を覚えさせていきたいと思います。その技ですね、この無双くんというね、ガブリアスのドラゴンクロー地震噛み砕く大文字、これをメタモンに覚えさせていきましょうと。はい、でバグのやり方はバックからですね、バトルサーチャーを使うをやりまして、はい、ここで反応させていきます。双子ちゃんをね話しかけてバトルを仕掛けていきますと。おしこんにちはっていう感じでちゃんと挨拶して、まずはこいつは適当にねなんかやっちゃって大丈夫です。相手倒した方がいいですね。でそれでメタモンはどうするかというと、変身で覚えさせたい技を覚えてるやつに変身していきます。この場合だったらガブリアスですね、つまり無双くんです。まあとりあえず一匹ね適当に倒しておきます。これ倒しちゃって大丈夫です。メタモンで変身をしていきますと。はい、2体超強いじゃん。でそしたらメタモン瀕死にさせないといけないので、この無双くんでねこいつを潰していきたいと思います。こいつでは相手倒しちゃいけなくて味方も倒しちゃいけないので、まあ大文字あたりでね味方にやっときたいと思います。はい、大文字でまあこいつは死なないでしょうから、ドラゴンクローで味方を倒していきますと。でメタモンを瀕死状態にさせます。グッドバイっていう感じでおさらばしておきますと。我がアイドルズバッと出していって、それでまあドラゴンクローですね、適当に相手を倒しちゃいましょう。はい、よし倒していった、ナイス。じゃあさようならってちゃんと挨拶して終わりです。で、はい終わりましたんで見ていきましょう。メタモンはどうなってるか見てみますと、はい、しっかりドラゴンクロー地震噛み砕く大文字覚えてます。お疲れちゃんっていう感じですね。普通に怒ってるのがやばいですよね、まず。はい、でそしたらメタモン一回使ってみましょうか、バトルで。じゃあ回復させていきますと。メタモンで戦闘をしていきますと。来ましたよ、技ちゃんと覚えてますよね。何使うか、ドラゴンクロー行こっか。ドラゴンクロー、うわすげえ、ちゃんと使えんだ。これも私初めて見ましたね、地味に。今まで使ったことなかったですわ。普通にいけるんだ、つえー。もう一個使っとこう。いけ大文字、いけ。うわすげえかっけえ、マジか。メタモンナイスだね。うわーいいね。はい、ちゃんと倒していく。もう2つ使ってみましょうか、一応ね。見せてやれ自信、グラグラグラードン。ナイス。すげえなこれ、普通にいっちゃうんだね。これ倒せるかな、ちゃんと大丈夫だよね。オッケー、倒していく。はい、じゃあラスト1個使いましょうか。神砕こういけ、電光石火やられていく。なんでお前やられんだよそんなの。はい、神砕こう、うわーすげえ、あんなアホあんのがよ、メタモンにやったら怖えよ。はい、一発で倒していく。さすがに一発で倒せるよね、29レベルですからこっちは。とりあえずね、ダイパではちゃんとエフェクトも出るということで、さすがっすね。次はダイヤモンドからブラックに送っていきます。はい、じゃあいつものシフトファクトリーいっちゃうよ。 OK、 このミニゲームもう攻略し尽くしてるからもう絶対できんで。はい、じゃあ DS ダウンロードプレイをやりまして、はい、選択と、はいと。はい、じゃあ行きましょう。行けるかな、ここ意外と心配ですよ本当に。今回かなり例外なことやってますからね。あ、行ける行ける、普通に行けんじゃんこれ。こいつですね、メタモン29レベルのやつ。あ、マジか、ここも普通に行けるってやばくね、これは。はい、これで、はい、で行きましょう。はい、じゃあこれやっていきますよ。やばい、おっしゃ、ナイス、オッケー、フィニッシュ。また半分余らせてくるや。はい、普通に問題なくいけちゃうの、やばいでしょうあんた。はい、余裕すぎっすね。はい、じゃあ確認していきましょう。おー、ちゃんといる、すげえなこれマジで。ドラゴンクロー地震噛み砕く大文字、すげえ。これダメじゃね、これやっていいの送って、マジか、やばいでしょ。じゃあこいつ使っていきましょうか。じゃあここでちょっと戦ってみましょうか。じゃあメタモン使えるか見ていきましょう。ドラゴンクローいけ、あ、いった、普通に、マジかよ、かっこいいなこれ。しかもエフェクトの復習にもなりますね。うわー全然食らってねえ、一発で倒せなかった。じゃあ地震いきましょうか。地震、はい、我慢してくるが知らない。地震オッケー、うわーすげえ、
これズームアップするんすね。知らなかった。これわすげえ普通に地震使えるんだ。じゃあ他のやつもう一回やっていこう。はい、メタモンで、じゃあ残り使ってないやつ大文字いきましょうか。大文字いけ。すげえかっこいい。あんま変わってないけどね、エフェクト。オッケー、強っラスト1個ね、いけ。噛み砕く、ちゃんといける。おお、かっこいいね。普通に全然食らってねえけどまあすごいわ。でもちゃんとブラックに連れてこれて、しかもエフェクトもちゃんと見れるというね、いかちいな。次はブラックからポケモンバンクに送っていきます。じゃあいつも関門になるポケモンウーバー行きましょうか。このゲームソフトを使うと、あーボックスの中に伝送できないポケモンが含まれています。でもこれ前送ったアルセウスが残ってたんで、これだと思います。多分そう信じていきましょう。先に、はい、あーいけない、マジかマジか。メタもいけねえじゃん。いやここでちゃんとフィルターあるんすね、やば。なんだよマジかよ、最悪だわ。でもそう考えるとポケモンバンクってやっぱりかなりちゃんとおかしい個体のこう判別がついてますよね。そこはやっぱり褒めたたえるべきかと思いますね、本当に。ということで検証結果、通常覚えない技を覚えたバグメタモンはブラックホワイトまでしか送れないが、エフェクトめっちゃすごいでした。やっぱりシフトファクトリーは研究員がいるようなところにもかかわらず尋常じゃなくガバガバでしたが、ポケモンバンクの締まりはきつかったですね。このキッツキツの締まりがたまんねー